歩みの心にある悲しみはとても深くて。おむすび。ゆいの疲労は限界まで来ていたようです。いや、心労の方が大きかったのかもしれません。姉のこと、ギャルのこと、書道部では風見のこと。一番大きいのは、やはり父のことでしょう。ギャルになって、とても悲しませてしまった。嫌いな姉と同じになってしまった。だけど、いろいろなことが入ってくる。みんなが自分に関わってくる。疲れてしまった。心も体も。そんな凍ってしまったゆいの心を溶かすのは歩みのようです。第29話のお話は、体調を崩して寝込んでいたゆいは、かよが作ったスープのおかげで少し元気を取り戻す。そこへ歩みが訪れ、明日東京に戻ることを告げる。また、突然みんなで神戸に戻ろうと言い出したことについて謝り、さらに阪神・淡路大震災で親友のマキちゃんを失った悲しみが、今も消えずに心に残っていることを明かす。そしてギャルになったのは、将来マキちゃんと一緒に東京に行ってギャルのモデルになろうと約束していた。マキちゃんがやりたかったことをやろうと決めて。第29話はこのようなお話になるようです。歩みは決して不良になったわけではなくて、高校生の頃、相手を怪我させて補導されたのは、怪我をした相手がカツアゲをしているところを目撃して、やめさせようと怪我をさせてしまったようです。そして、助けられたのは同世代のギャルの女の子で、その女の子が、ついて行っていいですか?歩みを尊敬して、そんなギャルが増えていって、博多ギャル連合、通称ハギャレンが誕生したようです。ゆいは歩みのことを何も知らないのに、反発していたことを謝るようです。第28話、いつもと様子が違うゆいのことを、皆が心配しています。一生懸命頑張っても無駄。どうせいつかすべて失ってしまうから。翔也に怒っているゆいは何か悲しげな顔でした。また寂しそうな顔に戻ってしまった彼女。心配そうに見つめる彼はゆいのことがとても気になるようでした。彼女は今、誰の意見も受け入れたくありません。翔也の心配も今は鬱陶しいだけ。穏やかに生きていくのはいいことだけど、書道までやめなくてもいいのに。家族はそう思っているのでしょう。彼女の心の奥にある辛さや悲しさは彼女にしかわからない。阪神・淡路大震災が起きたとき、ゆいはまだ6歳。詳しくは覚えていなくても、あの日以来、すべてが変わったのはわかる。優しかったお姉ちゃんはギャルになった。あゆみの生活態度を父が激しく叱り、母がかばって喧嘩が始まる。ゆいは、両親が言い争う姿をいつも不安げに見ていました。彼女は幼い頃から喧嘩が嫌い。周囲が揉めていると、ゆいはみんな仲良くと割って入っていました。糸島に来てから両親はよく喧嘩するようになった。
かよは優しくしてくれたけど、ゆいはずっと辛い思いだったでしょう。あゆみが家を出てから両親の喧嘩はなくなり、やっと穏やかな生活に戻った。お姉ちゃんは父の注意を聞かず、好きなことをしていて、ゆいはギャル嫌いになった。彼女は自分が好きなことをすることで、また喧嘩が始まるのを恐れているのかも。一方、マサトは神戸で築いてきたものをすべて失いました。地震で見る影もなくなったバーバー米田。幼いユイが見た忘れられない光景です。両親が頑張って叶えた夢が一瞬で消えてしまった。幼いながらも彼女は厳しい現実を思い知ったでしょう。そう考えるとユイはギャルや書道をやっている場合でなかったのかも。彼女が必死で畑を手伝うわけがわかります。楽しいことよりやるべきことをやらねばならない。ユイは過去の辛い思い出に追い詰められている感じがします。書道の大会で恵美と風見先輩が賞を取り、ユイは感動していましたね。いつでも戻ってき、まっとうけん。風見先輩は声をかけてくれますが、彼女はきっぱりと断ります。そんなユイの前に、突然リサポンが現れ、プレゼントを渡しました。リサポンが彼女を驚かすのは久々ですね。ハギャレンのメンバーは彼女に感謝していました。糸島フェスのパラショーを見て、ハギャレンに新メンバーが入りましたね。あの時、ユイが皆に声をかけたおかげで、ショーは大成功でした。ユイのプレゼントの中身は、プリクラのアルバム。彼女がハギャレンに入ってから、皆は内緒で作っていたようです。そういえば、ルーリーはいつもプリクラをアルバムに貼っていましたね。ユイがハギャレンに入ってからの日々が思い出されます。スズリンのこと助けてくれてありがとう。ムスビンがハギャレンはダサくないって言ってくれて超嬉しかった。一緒に糸島フェスティバルに出てくれてありがとう。マジ感謝。可愛いイラストや文字には手作り感があります。最後には、うちら一生マブダチと書かれていて。それを見たユイは感激して泣いていましたね。彼女の張り詰めていた心の糸が切れたかもしれません。そして翔也は彼女を元気づけるため甲子園に行くと宣言しに来ます。今年の福西は夏の甲子園出場を逃していました。俺が一生懸命やることの意味を証明してやっから。彼はトラウマに苦しむユイを救いたいのでしょう。あんた、熱すぎてうざい。ユイに鬱陶しく思われても、彼は本気でした。そして、翔也が行こうとすると、彼女が突然倒れます。彼がユイを病院に連れて行ったところ、過労と診断を受けました。彼女は登校前に早朝から畑仕事をし、学校へ行ってから夕方も作業を手伝っていました。ユイは思い詰めると無理をしてしまう性格のよう。そういうところはマサトに似たのでしょうね。一方、ユーマから逃げ出したアユミは、アスカの家に居候しながら、バーを手伝っていました。
ゆいが倒れた連絡を受けた彼女は、急いで家に帰ります。彼女は、ユーマから逃げたことも忘れるほど、ゆいが心配。彼女は、妹の無事を確認すると、心から安堵します。やはり歩みの中身は、昔と変わらないのですね。意識を取り戻したユイは、夢を見ていた、と話します。うちがな、神社で迷子になって、お姉ちゃんとマキちゃんが迎えに来てくれて、めっちゃ嬉しかった。あゆみは迷子になったユイを、マキちゃんと一緒に探した時のことを話しました。あんた見つけた時、めっちゃ嬉しかったわ。ユイは泣きながら手を握るあゆみを微笑んで見つめていました。お姉ちゃんは昔のままのお姉ちゃんだった。彼女はそう感じていたのでしょう。姉妹のわだかまりにやっと雪解けが訪れそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。